お元気ですか？ボクシルです。今回はユニフォームカードや、バットカード、ボールカード、そして、記念カードの、紹介をしたいと思います。早速ね、一冊目開けていきたいと思います。まずはですね、こちら中田翔選手でございます。現在は読売ジャイアンツに在籍しております。同じものが偶然にも2枚出てしまいました。でこちらはね、清宮幸太郎選手でございます。次行きたいと思います。でこれ現在はですね、左側は現在は引退されております、杉谷さんのカードと、現在は楽天に在籍している西川選手のカードでございます。はい。で、こちらがですね、左側の方ですね。現在は横浜に在籍している太田選手でございまして、右側は清水選手の、これはね、ユニフォームカードでございます。はい。しばらくね、ユニフォームカードが続きます。石川投手と、現在横浜に在籍している太田選手のカードでございまして、宮西選手と、こちら、上沢選手でございます。で、上沢選手のね、このユニフォームカードは、実は同じものが出ています。で、別の方で、出ております。で、次行きたいと思います。次はですね、これは現在楽天にいらっしゃいます、石川選手のユニフォームカードと、清宮幸太郎選手のね、白サイン入りのユニフォームカードでございます。で、太田選手と宮西選手のカードでございます。で、次、野村選手と達選手のユニフォームカードでございます。で、こちらがですね、上沢選手と万波選手のカードでございます。万波選手は、これはバットカードでございます。で、次行きたいと思います。ソフトバンクの武田選手と、こちらがですね、牧原選手のね、カードでございます。で、次行きたいと思います。懐かしいタフィーローズ選手と、チー岡田選手でございます。タフィーローズ選手はこれはバットカードでございます。次行きたいと思います。現在はね、引退されています。金子千尋投手、この当時はね、オリックスバファローズに所属しておりました。で、右側の方は山本由伸投手の方でございます。まだこちらね、背番号がまだ43番でございます。後にね、18番に変わります。はい、こちらがね、背番号18になった時の山本由伸投手のユニフォームカードでございまして、右側が楽天の鎌田選手のユニフォームカードでございます。で、野本選手と赤村選手のユニフォームカードでございます。はい、次行きたいと思います。次はですね、この吉川選手のね、ボールプリントカードでございます。で、次はこれはね、赤星選手のね、これはカードでございます。で、次に、これは、山田選手との、ヤクルトですね。で、次に、石川選手のね、ユニフォームカードでございます。で、次に、これは、横浜ですね、高城選手と、これは現在ね、千葉ロッテのコーチをしています、村田選手のユニフォームカードでございます。で、横浜のマック選手と、こちらがですね、桑原選手のね、ユニフォームカードでございます。で、次行きたいと思います。で、次は山崎投手とですね、現在はね、広島ね、引退されています、黒田投手のカードでございます。で、こちらね、メジャーのね、カードでございまして、で、こちらね、ちょっと見えにくいと思いますが、
これはですね、ゴールドレイというカードでございます。ちょっとね、見にくくてね、ご了承ください。ちょっと私もね、ちょっとね、やってみたんですけどね、どうしてもね、ちょっとね、金箔のように見えますね。あ、こうすれば見えるかな。こうなっております。はい、で、1冊目は終わります。2冊目はね、あの2枚しかないですけど、見に来てください。それでは2冊目いきたいと思います。はい、2冊目いきたいと思います。2冊目は、2枚しかございませんが、よろしくお願いいたします。2冊目はですね、塩原選手と田中義信選手のこれはボールカードでございます。これはなかなかね、ある意味ね、貴重なカードでございます。ともに、ジャイアンツ所属でございます。現在はですね、この後まだ空でございます。またね、徐々に、こういったユニフォームカードも増やしていきたいと思っております。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。